最大の冤罪事件、足利事件は1990年に発生した事件です。この事件は父親がパチンコをしている隙に当時4歳の少女が誘拐され、その後河川敷で遺体となって発見されました。そして1991年に菅谷さんという幼稚園バスの運転手の男性を逮捕しています。もし犯人が同一人物イコール菅谷さんだとしたら、ゆかりちゃんの事件の時にはすでに逮捕されていますからありえません。しかも菅谷さんは当時の未熟な DNA 鑑定によって犯人にされており、後に無罪が確定し裁判長が謝罪しました。このことからますます同一犯人説が強みを増すこととなったのです。では一体犯人はどこにいるんでしょうか。そのキーとなるのがルパンです。